計算機科学者である。計算機科学や電気通信の分野で多大な功績を残した。ハミング符号、ハミング窓、玉重点、ハミング距離などで知られる。1915年、シカゴに生まれる。1937年、シカゴ大学を卒業し、1939年には、ネブラスカ大学で就寝を1942年には、 イリノイ大学アーバナシャンペーン校で PhD を取得。第二次世界大戦中はルイビル大学で教授を務め、1945年にはマンハッタイ計画に参加。同計画の物理学者らが提示した方程式を初期の電子式デジタルコンピュータを使って解く、プログラミングを行う。原爆が大気を燃やし尽くすことがないかを計算で確かめるためのプログラムだった。 その結果、そのような心配がないことが分かり、アメリカはニューメキシコ州で実験を行った後、日本に2発の原爆を投下した。1946年から1976年までベル研究所で働き、クロード・シャノンと共同研究した。その間、スタンフォード大学、ニューヨーク私立大学シティカレッジ、カリフォルニア大学アーバイン校、プリンストン大学で、 客員教授や非常勤教授も務めた。1976年7月23日、ベル研究所を退職後、アメリカ海軍大学院に移って非常勤教授となり、1998年には名誉教授となったが、間もなく亡くなった。1962年の数値解析に関する著書には、コンピューティングの目的は数ではなく洞察であるという言葉がある。 IEEE ハミングメダルは、ハミングの名を冠した賞で、IEEE が、毎年、情報学、情報システム、情報技術などへの並外れた貢献に対して贈る、もので、ハミング自身が最初に受賞した。1965年の映画ロジックバイマシンにて、ハミングは、コンピュータの利用と可能性について論じている。ありがとうございます。